はい、皆さんこんにちは。 SGP フォレスター TV です。さあ皆様、先日ですね、スバルの公式 YouTube チャンネルスバルオンチューブからですね、フォレスター STI スポーツの試乗動画が出ましたね。皆様ご覧いただきましたでしょうか。今回はですね、スーパー GT300 で活躍されている井口選手と山内選手の試乗動画となったわけですけれども、私あれを見てですね、ますますフォレスター STI スポーツ納車が楽しみになりました。あそこの試乗コースはですね、スバルの研究施設ですね、 SKC って呼ばれている、スバルの研究施設で撮影された動画になるんですけれども、実は私もですね、あそこ走ったことがあるんですよ。新型レヴォーグが発売された時ですよね。YouTuberを集めて新型レヴォーグの試乗会っていうのがありまして、それにお声がかかり参加させていただいたといった形になるんですよ。なのであそこのね、試乗コースがどんな感じかっていうのがよくわかります。今回のフォレスター STI スポーツの試乗動画には、一般道を模したコースと、あとデコボコ道ですね、ザラザラ道なんかを模したコースと、あとは周回路で高速走行しているっていうね、そんなシーンが出ていましたけれども、あのね、一般路を模したあのテストコースっていうのは本当に今走ってるような路面が再現されているんです。だから実に生きた道に近い、そんなね、環境があそこの、テストコースの中に盛り込まれているっていう、そういうね、コースなんですよね。で、私自身ですね、今回なんでフォレスター STI スポーツの納車がですね、ますます楽しみになったかっていうとですね、あの動画の3分40秒あたりをご覧いただくと、ちょうどね、左コーナーですね、左コーナーの内側にちょっとね、山みたいな感じでポコッと起伏があるんですよ。で、そこに、内側ですね、左側のタイヤを乗せて走るっていうね、場面があるんですけれども、その走り抜けた時の車の姿勢がむちゃくちゃ良かったです。あそこを実際にですね、私も走っていて、あの車の要は揺れのね、収まり方っていうのはレヴォーグの STI スポーツの収まり方とすごい似てるんです。要はレヴォーグの STI スポーツって電子制御サスペンションが備わってその動きが出ているのに対して、フォレスター STI スポーツは電サスじゃなくて機械式の減衰力調整ダンパーになるわけですけれども、同じようなね、車の動きができているっていうことは、いや、これはですね、かなり胸熱な感じだなというね、そんな印象を受けました。で、私があそこのね、テストコースを走った時は、レヴォーグの新旧乗り比べだったんですよ。先代レヴォーグ STI スポーツと、あと新型レヴォーグですね、電サスのついている STI スポーツの、新旧ね、乗り比べといった形になったんですけれども、あのね、電サスのね、ついていない先代レヴォーグだと、あそこの起伏を走り抜けた時ですね、どうしても余韻が残ってしまう。ボヨン。で、余韻が残っちゃうんですよ。一発でシュッとね、収束できないんです。ただし、新型の電サスのついているレヴォーグ STI スポーツだと、そこがもう綺麗にスッっていう感じで、余韻を残さず揺れをね、収束してくれたっていうところがあって、あそこね、すごい自分の中でも、なんつうか、マジかって思えるほど、もうほんとびっくりと、したことが、今でもね、鮮明に覚えているんですよ。今回のスバルオンチューブのね、動画でも、3分40秒あたりで、車が起伏を乗り越えて収束した後の山内選手の表情とコメントが、フォレスター STI スポーツのもうね、すべてを物語っていると思いました。もう、あの表情とあのコメントを聞いた瞬間に、このフォレスター STI スポーツは、ものすごいポテンシャルを持っているなっていうね、そんな予感をさせてくれたっていうね、そんな感じです。だから、納車がね、ますます楽しみになったと
言ったところでございます。で、私が契約した時にフォレスター STI スポーツは、まあ、レボーグで例えるならばレボーグの GTH と STI スポーツぐらいの差はありますって言われたんですよ。いや、まさかそんなことはないだろうと。だって電刹ついてないじゃんってね、思ったんですけれども、いや、それはね、あながちね、嘘じゃないなというね、感想を持ちましたね、あの動画を見て。いや、あのね、3分40秒あたりのその起伏を抜けた時のね、車の動きは素晴らしかったです。本当にね、楽しみになりました。で、今回の STI スポーツにはですね、WR ブルーのカラー設定がなかったり、あとは、まあ、ルーフレールの設定がなかったり、サンルーフの設定がなかったりっていったところで、まあ、ちょっとね、がっかり残念な部分っていうのは、まあ、正直あります。まあ、自分の場合、まあ、例えば WR ブルーがあっても、多分 WR ブルーは選択しないし、サンルーフはつけないんですけれども、やはりルーフレールは欲しかった。正直、ルーフレールは欲しかったっていうところがあるんですけれども、まあ、試乗動画を見たらですね、まあ、ルーフレールなくても、あの車の動きができるならば、なかなかいいんじゃないかなというね、そんな印象でございます。で、今回ですね、私は、フォレスター STI スポーツに、まあ、これまで以上の、トータルバランスの高さっていうのを求めていたりします。なので、あの動画を見てね、もしかしたら、自分が求めているものが手に入るかもしれないっていうところもありですね、非常に楽しみになりました。で、まだですね、スバルオンチューブをご覧になっていない方はですね、ぜひぜひご覧いただければと思います。今回のあの試乗動画の中での注目ポイントは、私個人的にはね、3分40秒からの数秒ですね、起伏を走り抜けた時のフォレスターの動き、そしてその後に出る山内選手の表情とコメント、これで、フォレスター STI スポーツの全てを物語っていると思いましたので、ぜひご覧いただければと思います。ということで、今回はフォレスター STI スポーツの試乗動画を見ての感想をお届けいたしました。それではね、また次の動画でお会いしましょう。